どうも、つむつむおしみだです。今日はね、セレクトボックスで登場のつむの、まあ、おすすめつむを紹介していきます。で、キャベツミッキーとプリンセスシレキムネこの前紹介したんで、今回は白の女王ですね、紹介していこうかなと思います。で、このつむはまあ、昔はね、結構強いって言われてたんですけど、今となっては、なんか、どうだろうね。まあ、ガジェットと同じくらいかなっていう感じですね。てか、ここら辺の、こう、2020年あたりの消去系のつむがね、意外とね、優秀なやつ多くて、例えばメリーポピンズとかも結構ね、消去系の中では優秀だと思うし、マスタールークとかね、アナキンとか、ワートとかね、ここら辺さ、全部消去系なのに補正ないから結構強いんだよね。最近の消去系ってさ、絶対補正かかってるから、マイナス1段階か2段階か3段階かかっちゃってるから、めちゃくちゃ弱いっていう性能多いんだけど、この頃の消去系、この頃の消去系ってさ、補正ないからさ、割と強いんだよね。なんで、ね、あんま強い消去系出さなくなっちゃったんだろうな。はい。なんで消去系に限って言えば、昔のさ、ここら辺の、あれ、待って。そうだ。この妻はね、キャベツミッキーみたいに、繰り越し優先しすぎると、消去数減っちゃうんで気をつけてください。ちょっと待ちます。で、なんていう話をしてたんだっけ、補正の話をしてたんだけど、まあそう、なんか逆にね、昔のさ、消去系に限って言えば、昔のさ、このツムが出たらへんの時期の消去系の方がまだ強かったかなっていう感じだよね。最近の消去系はちょっと弱いかなっていう感じするよね。どうしちゃったんだろうね。まあ、最近のね、新ツムでも補正かかってないツム、ちょこちょこいるけどね。トランプ兵とかね。ほい。あ、効果時間系以外でね。効果時間系にはさ、補正かけないの謎だよね。あれ何なんだろうね。よし、このツムいいぞ。もうちょっと消してくれた気がするんだけどな、40周期くらいいかんかったっけ。僕のイメージでは40周期くらいいってるイメージあったんだけど。はい。よし。まあ、このツムね、こんな感じで、はい、必要ツム軽めで、結構ね、はい、消去系も、消去数も割と多めなんで。おー、すごい、いいぞ。こりゃいい。これマジでね、初心者の方めっちゃ使いやすいと思う。キーダよりこっちの方が稼げるっていう人もね、中にはいると思うんで。もうかなりね、初心者さんにはめっちゃ嬉しいツムなんじゃないかなと思います。育てるかどうかは別としてね。OK。よし。まあでもこの後ね、常駐のウェンディが登場してしまったんで、はい。このツムのね、出番があんまなくなってしまったんですけど、ちょっと待つ。いいね。39、ほら。来た。まあ、でも7000くらいか。はい。途中のループすごかったね。よし。OK。はい。こんな感じで割と稼げます。まあ、補正ないからね。それがマジででかいと思う。なんで。まあ、ぜひね、使ってみてください。すごく使いやすいんで。脳死でできるんで楽しいかもしんない。ということで、まあ、どうか今日は白の女王を紹介していきました。どうしようかな、時間的に、まあ、いっか。今日はちょっとこんな感じで終わろうかなと思います。ということで、以上、白の女王を紹介していきました。この動画良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴、本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローをお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかをわかりやすくまとめているので、
ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。